どうもアキラです。よろしくお願いします。レコードよもやま話ということで、僕の趣味全開の話をしていきます。僕は AOR というジャンルが大好きなんですが、皆さん AOR ってどんなのかわかりますかね？AOR とはアダルトオリエンテッドロックという英語の略でして、超ざっくり言うと大人っぽい雰囲気のあるおしゃれなロックのことです。ジャズの要素なんかも含んだりしてとってもおしゃれです。最近流行りのシティポップ、それの元になったとも言われています。今回はですね、そんなおしゃれ音楽 AOR の教科書のような名盤レコードを紹介したいと思います。まず1枚目、ボズスキャックスのシルクディグリーズというアルバムです。ボズスキャックスはアメリカのシンガーソングライターで、ちょっと太くて甘い声が特徴です。 AOR の帝王なんて言われたりもしてます。このシルクディグリーズはもう教科書っていうか聖書です。アルバム全体の雰囲気、洗練されたサウンド、 AOR 一番の名盤と言っても過言じゃないです。スタンダードナンバーとなった名バラード We Are All Alone、 最高にグルービーなローダウン、メローなローズピアノがたまらないハーバーライトなどが収録されています。アルバムのレコーディングに参加しているミュージシャンもとっても豪華です。デビッド・ペイチ、ジェフ・ポーカロ、デビッド・ハンゲイト、あれ、このメンバーは、そうです、トトのメンバーですね。トトはこのアルバムでのサポートをきっかけに結成することになります。ちょっと有名なお話でした。僕このアルバムもう何回聞いたか分かんないです。本当に多分800万回ぐらい聞いてます。 AOR ファンだけじゃなく洋楽が好きな方は必聴です。ぜひ聞いてみてください。続いて2枚目です。ボビー・コールドウェルのセルフタイトルアルバム、ボビー・コールドウェルです。一応イブニング・スキャンダルっていうちょっと意味不明な放題がついてます。ちょっとよく分からないです。ボビー・コールドウェルもアメリカのシンガーソングライターです。こちらはミスター AOR なんて言われてますね。日本での人気が異常に高いんですよね。最近でもよく来日公演してくれていますね。こちらはデビューアルバムでとってもヒットしました。全体的に落ち着き払っていて、アダルトな雰囲気が最高です。ジャケットがまたね、クールな感じでかっこいいんですよね。ボビー・コールドウェルのジャケットはほとんどこんなような感じで、おしゃれなシルエットで描かれています。代表曲の What You Want to Do for Love、 もうイントロからたまらないですよね。ブラス、管楽器の音がアダルティーです。こちらの曲、風のシルエットというこれまた意味不明な放題がついてます。ピアノを基調としたバラード Come to Me、 これも美しいですよね。日本でもタバコの CM で使われました。ちょっと話はそれますが、タバコの CM と言いますと、もう一曲ありまして、先ほど紹介しましたボズスキャックスにボビー・コールドウェルが提供した Part of Mine という曲、こちらもタバコの CM で使われました。甘々でね、いい曲なんですよ。こちらもぜひ、先ほどのシルクディグリーズもですが、 AOR の名盤となればこちらも必ず名前が上がってきます。入門としてぜひ聴いてみてください。はい、という感じで AOR の教科書のようなレコードを紹介していました。 AOR はとってもおしゃれでおすすめのジャンルです。ぜひ聴いてみてください。今回はひとまず2枚だけでしたが、 AOR のおすすめレコードまだまだあります。今後も紹介していきますので、よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。支え合う